ということでございます。そこで、前提の話をいたしますと、私実はこの近くの深井村というところで葬儀をしておりまして、これから今の種をまく会議ですね、青年者がされまして、これは上下院で全部首相と出されたんですが、その会議にさせていただきました。で、3月に議会があるんですが、ここでその質問する条件で、通告をしましたところですね、それじゃあ村に何をやるっていうんだと、あとはっていうふうなですね問いかけがありまして、ちょっと私実は困ってるんです。それで、山田先生のね、このお話をお聞きして、その上でね、どう本意や声を果たせという質問を具体的にしようかと思うんですが、今ありましたけどね、村の方でも長野県からの資料を取り寄せていただいて、農政部としましたらね、これは長野県としての取り組みがきちんとこれからもやっていくと。で、農業とですね、農協との作った団体とも共同してですね、この奈良県の山間地ですね、に合った品種作りをこれからもしていくんだと。だから首相が廃止されてもね、何で変わることはないと安心しろというような文章が、手渡されました。それは前提なんですけれども、もう一回戻ることになります。市町村としてはね、どういう役割を果たすか、よろしくお願いします。はい、それでは、山田さんの方からお願いします。今言ったように県は、先ほど意見書を出しているので、県の条例がいくつか出てきますよね。といったように、私どもとしては、条例でやれば県の予算でできますよね、と同じように、市町村においても、それについて市場を、種を守るんだと、原種原原種、これまでの固定種を守るんだという決議でも、意見書を出して、政府とか運動に出すことも同時ですが、そういうことを決議することによって、でそれに対する助成措置、いくらでもいいですよね。例えばそういう水光とか F1 の種じゃなく、固定種とか伝統的なそういうものについてやっていくことを、いろんなところでいろんな取り組みやってるようですが、それを全部学校給食に回すとか、でそういう遺伝子組み換えの米は学校給食にはさせないとか、そういう村や市でできることで、そういったことがあるんじゃないかなという気しますかね。今は市町村とは意見書だけで、この県から新潟県から来るのは、県から来るのは初めてなんですが、意見書だけで今30ぐらい集まってますね。これはね、だから意見書を出してもらい、かつ村でそういう安全な、やる今までの米麦大豆の原種原原種を維持して、そういったものを栽培する農家に税金を出すとかっていうことはできるかもしれません。できるんじゃないですかね。私が前、遺伝子組み換え食品が日本に入ってくるときに、これは表示はいらないと、国の安全を確認したんだから、食品としてもその表示もいらないと政府はずっと突っ込んでいました。でもやはり私たちはそれをその自分たちで知って選ぶ権利、選択の権利が保障されてないということで、この電子みたいに表示を求める、検証というのを呼びかけたんですね。そして全国津々浦々市町村県と道全部からもほとんど出たんですよ。当時市町村3300、今合併ですごい減りましたけど、当時は3300あったうち1600の地方自治体から意見書が衆議院議長参議院議長宛てのそれが出まして、それでその意見書はどれほど意味があるかって言われたら何もないのかもしれませんけど、その国民の声という方で大勢がたくさん集まったということで、政府は、この表示検討委員会を農水委員会、農水省でも厚労省でも2つも表示の委員会を作って、表示制度を導入せざるを得ないというところまで追い込んだ。ですから県だったら条例
県の中でどのように手当てしていくかという独自の条例をどんどん制定していく運動と、市町村では意見書をですねどんどん国に出していく、そういうその国民的な大きな動きを あそこで出したからうちも出そうよというようなねことで、日本中からそういうのが出ていくと、やはり国は無視せざるを得ないのではないかというふうに思います。はい、それでは後ろの方、次をもしよろしかったら何名か、じゃあ一番後ろの方の、じゃあ、はい、続いて質問していただければと思います。私は伊那市の長谷という南アルプスの山の中で、林業と農業をやってます。安田先生と山田先生 のお話がとても感銘を受けて、勉強になりましたし、私の考えていることと全く同じことで、自分の考えも納得できました。ありがとうございました。一つですね、安田先生に伺いたいのは、非常に今日本でがんがの発生が多くなっているということで、最終的には2人に1人ががんになって死ぬんじゃないかということで、私もそのいつがんになっても、もう70過ぎましたので、がんのその恐怖にですね、怯えるところもある毎日でございます。それと非常にアレルギーがですね、多くなって、防腐剤だとか、農薬だとか、そういうので、なんていうか、免疫の拒否反応が大きくなっているんじゃないかということも考えていまして、私もその地区を守る営農組合長という立場で十何年やってきました。46年からですね、減反政策が始まって、去年で減反政策が終わって、ほとんど農業の補助金がなくなります。そうすると農業大量生産の時代で、ますます農薬を使ってですね、いかないと安い農業経営ができなくなりますので、農家というかもう企業の農業にならざるをいない状態になると思います。そんな中ですね、私は地区でどうやって農業を守っていこうか、農地を守っていかなくていこうかなと思って、考えまして、3年前からですね、なんとかその新しい農業をしたいということで、農協には出荷しない、農協からは買わないということでですね、そこから新しい農業をしたいと思っています。それで、今無農薬でですねお米を、作って、せめてお米だけは無農薬にしたいと、それでできたら玄米食でですね、食べていただいて、米の中には非常にビタミンだとか、精米になってから活気が出てきて、玄米も食べてる時には活気がなかったというふうに伺ってますのでですね、ぜひはその無農薬で、玄米食を食べていただきたいというふうに考えています。それで今非常に、2.5 ヘクタールとか作ってるんですけども、雑草等のですね戦いで、本当に大変な、農業をしているわけでございますが、無農薬をいかに安くですね提供したらいいかということで今やってます。それで無農薬っていうことはね、やってみますと非常に難しいことだなっていうことをねつくつく感じまして、空気もですねお水もきれいでないと、今日本中の川がですね農薬やなんかで汚れてますので、質問に変えていただければありがたいです。はい、わかりました。そんなことですね、ぜひはその、がんの発生と非常に西洋に比べて中年にがんの発生が伸びているというふうに、うなぎ通りにがんが発生していると考えてますので、ちょっとその点をお聞きしたいと思います。でちょっとお答えしていただく前に、後ろの方もご質問いただければと思います。お二人から。はい、よろしいですか。はい、消費者の立場から単純な質問なんですが、商品の原料の表示の中に、大豆とトウモロコシについては 99% か ほぼ 100% を遺伝子組み換えでないという書きの表示があるんですけれども、これは消費者としては本当にその通りだと信じて、利用してよろしいものかどうかなんて、
なんか疑問に思うことがあるんですけれども、いかがなもんでしょうか。はい、それでは2つ安田さんにお願いします。あ、後の質問の方の方から先にお答えさせていただきますけれども、遺伝子組み換え原料をもとに日本でたくさんの加工食品が出回ってます。で、遺伝子組み換え表示っていうものは今対象になっている納豆とか豆腐とかそういうところのメーカーの方たちは遺伝子組み換えでないものじゃないと売れませんので、アメリカから遺伝子組み換えでない分別された大豆を持ってきて、遺伝子組み換えではないと書いたり、あるいは国産のということで遺伝子組み換えでないと書いたりとして売ってるわけですね。で、今日はお話しする時間が講演中はありませんでしたけれども、今回消費者庁が遺伝子組み換え食品表示を検討を始めたんですが、そこの一番の問題点は遺伝子組み換えでないと言って私たちがたくさん出回っている無表示のものの中から遺伝子組み換えでない表示のものを買ってるわけですよね。でもそれは今までの、ルールで言うと 5% まで入っててもいいという部分があるわけですね。非意図的にわざとじゃないんだけども不可抗力で混じっちゃいましたと。アメリカがそう言ったわけです。 5% まではやむをえなく混じっちゃうと、コンテナで混ざる、ね、端切の中で混ぜる、運んでくる船の中で混じる、そういうのを積み重ねると不可抗力で 5% まで混じってしまうと、そう言ってきたので、分けて非組み換えだという名乗っていても 5% 未満までは認められていると、そういう問題があったんです。それについて今回消費者庁の委員会では、その入っていないという任意表示のものはもう検出限界以下じゃなきゃいけないっていう方に行こうとして、本来そうであるんですよね。入ってないって言ってるんだから検出限界ってじゃなきゃ、今まで 5% 未満でもよしとしてたのはおかしいでしょっていうところで、まあ新聞では早く大変前進したという言い方をしますが、これはですね間違ってるんですね。今ね、遺伝子組み換えというものはほとんど表示されてないままと回ってると、それらの対象を全て広げる必要があるんです。でもヨーロッパの場合には原料に遺伝子組み換えが混じっていれば検出されたものは全てそれが油になろうが醤油になろうが、ね、細かく粉砕されて、製品では検査できないような状態になってても、原料に遺伝子組み換えが混じってて 0.9% 検出できる以上に入っているものは全部表示なんですよ。ところが日本はなぜか原料での検査による表示ではなくて、できた製品で検査して、遺伝子組み換えも DNA だとかタンパク質が検出されたものに表示という非常におかしなルールをやっている。その結果油は検出できない、醤油も分解しちゃって DNA が分解しちゃって検出できない、だそういうのは全部表示しなくていいってやってるわけなので、私から言えば原料から検査する、原料に入ってれば、だから日本に入ってくる大豆もトウモロコシもほとんどが遺伝子組み換えですから、菜種もほとんどが遺伝子組み換えですから、それを使ってできた油、醤油、ね、そういうコーンフレーク、そういうの全部表示すればいいわけですよ、ヨーロッパのように。でもそれは一切手をつけないで、消費者庁は入っていないという表示ができる 5% 未満のものにこれを検出限界いかに下げるというふうに今回しようとする。そうすると 5% 不可抗力の混入 5% もそのままなんですよ。入っていないという表示するものだけ検出限界、そうすると不可抗力の 5% を認めておいて入ってないはマイナス検出限界か、そこに空白が生じるわけです。そして今業者さんが入ってない表示を任意でしてて私たちの選択肢になっているものが存在しなくなっちゃうんですよ。だって向こうは 5% 混じっていいってことにされてるから混ぜと思ってくる。良心的な業者さんは一生懸命非組み換えのものを提供したいと思っても 5% 混じってるけど、制度としては 0.何ですか、検出限界以下じゃなきゃいけないと言われたらもう表示できないでしょ。そうすると入ってない表示はなくなっちゃうんです。こう今月末にですね市民集会を議員会館の中でやります。この表示してたらおかしいと、全てに表示する。混入割合も不可抗力の混入もヨーロッパにはそう出せないんですよ。だから日本だけは不可抗力混じるんだよ、 5% まで混じるんだよって言って私たちにそれを飲ませてる、だからおかしいって言う、ね、そこを正さないで入ってない表示のものだけなくなる、アメリカの方都合じゃないかって私は思ってるわけですね。だからそれが
表示。だから今ある入ってない表示は信用できないとかそういうことじゃなくて、5% までは国の制度で認められているけれども、何も表示ないものの中では私の選択肢になっているということが事実です。それが、まあ、一つのお答えなわけですね。それから先にご質問になった方は、日本でがんが多いと。で、確かに先進諸国の中で死亡原因の1位ががんというのは日本だけですね。こういう国はそういう心臓病とかね、そういうところが多いんですけども、日本の場合だけがんが1位と。おっしゃるように、私もおそらく日本の農薬の問題があると思います。日本の単位面積あたりの農薬使用量ですね、OECD の参加国の中で、最悪なんです。韓国か日本かが一番単位面積あたりの農薬投与量がすごい。だから日本の場合にはその農薬が食べ物の全てにかかってるし、土にも残留し、飲料水にも入り、空気中にも漂っていると。しかもネオニコチノイドというミツバチがいなくなるような脳神経をやられる、そういう農薬もバンバンヨーロッパアメリカを禁止してるのに、日本はどんどん緩めてる。なおかつさっき言った遺伝子組み換えに使われるグリフォサートという、まあ、商品名ラウンドアップですけど、それもどんどん緩めていると。異常ですよね。そういう中で私たちがいろいろながんだとかアレルギーだとかが増えていくっていうのは農薬の研究が非常に大きいと思います。ですから、日本が今私たちがお話したように輸入食品の危険性たくさんあります。じゃあ国産を選ぼうか。いや国産はすごい農薬かかってるよっていうのが現実だとしたら、私たちは誰を選んでいいか分からなくなっちゃう。だからそこで日本農業が生き残っているためには、ご質問の方がなさったように、本当にみんなの健康を守り、環境を守り、そして再生産可能な、永続可能な農業に転換していく、それしかないと思います。日本が生き残っていくには、国民が生き残っていくためには。だからこの農業の転換、それも輸入食品の危険性を知りつつ、なおかつ国内の農業の在り方を見直すと。それが先ほどスイスの例を山田先生もお聞きになりましたけれども、環境にいい、ね、農薬や化学肥料や遺伝子組み換えや、そしてから牛や馬を牛詰めになって効率的に生産させる薬漬けの畜産なんかやめて、みんなが健康で、ね、いけるような農業に転換するという、そういう、なんていうんですかね、理念、それを国民が共有しない限り、私は日本人は滅んでいくと思います。なさっていることは一番正しいやり方だと思います。頑張ってきて。他にいいですか。はい。あ、はい。基本的で根本的な、原因と対策と結果について、その先生のお二人の先生がおっしゃっていることが政治経済ということですよね。政党与党が変われば、変わらなければならない、まあ、ここに来ていらっしゃる方はきっと自覚とそのお話がよく認識されていると思うんです。そのことについて、じゃあ 51% 以上のこの会長にいらっしゃるような賢い方を作るには、まあ、作るという語弊がありますけれども、どうしたらよろしいでしょうか。最後の質問ということでよろしいですかね。あ、はい、後ろに一人、後ろの方で最後ということで、すみません。中川村に暮らしています斉藤と申します。お二人の考えをお聞きしたいのですが、今後 JA 農協がどのような立場というかになっていくかをお聞かせください。はい、ではお二人の質問は二人に答えていただきましょうか。お二人ともに、はい、それでは私からね。実はスイスの帰りにイタリアに寄ったんです。で、イタリアの5つ星のリガルド議員っていうのが
7時間戻すことができました。少なイタリアはうつぼし今選挙で明した投票できます。でそのニカラグア議員がこうお尋ねに言ったんです。10年前イタリアのメディアは全くほとんどのことを報道しない。政府もプロパガンダしかやらない。で政党は党に党略に走って、政治家は利権に走って、国民は全部政治に底を見た。どっかの国みたいだなと思いますけど。これはね、確かに私どもあの TPP 反対で1000万人署名集めても、脱原発で1000万人署名集めても、例えば憲法改悪反対で3000万人これから署名集めたとしても、何にもならない。正直。でイタリアでまさにその時ベッペ・グリロという一コメディアンがテレビに放されて地方を回ってそしてこう言ったって言うんです。私たちは間接代議員制度の民主主義っていうのは限界がある。やっぱり私たち住民が身近なことを住民で決めることができるという制度でなければいけない。みんなに呼びかけた。で、リカルド、今、ナンバー2だから、この政権交代するんじゃないかな。支持率今第1位です。いつもしら。8年間でそこまで行ったんですね。で、そのリカルド議員は、私はピザ職人でしたと。で、こう言ったんです。で、水道の方の問題で、水道法が多分民営化みたいにイタリアになったんじゃないでしょうか。これはおかしいと言ってネットで呼びかけたら15、6人あの賛成だって言ってくれた。じゃあみんなで集まろうじゃないかと思ってその喫茶店に自分が提案していった。私一人かもしれないなと思って行ったらやっぱ10人近く集まってた。そこで議論して、そして市会議員とか市長さんに陳情言っても何もならないから、ウェブグリルを言って変に我々がみんなでこれを議論しようじゃないか、反対意見賛成意見でもっと輪を広げてやった。そこに市会議員も招いたら来た、そして市長も来た。で住民投票で住民提案の条例を作ることができた。そしてそれに反対する議員がいたら、じゃあ私たちが議員やろう、市長やろうってんでローマ市長も鳥の市長も女性の若いローマの市長も5つ星なんです。任期は2期だ。そして給料は一般市民の給料、政治家にプロはいらない。でその政党その運動は今明日の総選挙で場合によっては本当に政権になります。ですごいなと思いました。日本に来てリカルドさんそのまましてくれないかと言ったら、僕はその10月の初めスイスの帰りに行ったんだけど、一月後に日本に来てくれたんです。私も慌てました。いっぱいいろんな人に、安田さんも来ていただきましたが、あのいろんな人に来ていただいて話を聞きました。私もみんなもそう思いましたが、身近なことからやっていけば地方自治法を調べてみても、地方条例、基本条例を先ほどのあの村の方、基本条例の中で住民が例えば 5% なら 5% 署名集めたら、それで条例を作ることができる。それを村長とか村議会が拒否できない、そういう基本条例を作れるんです。地方自治法のことで、そういうものを作りながら、一つ趣旨の問題、例えば学校給食に遺伝子組み換えを作らせないというのを住民提案でやっていくとか、そういう運動をやっていけば、イタリアが8年で政権交代まで来たんだから、日本でもできないことはないと思ってます。やればね、いわゆる間接民主主義を、ね、補完する直接民主主義で、スイスでもイタリアでも、イタリアでは80万人の国民の署名を集めたら法律を作ることができる。これはね、だから我々が食の主権を守る法律を作ることができる。そういうふうに持っていければ、ね、決して夢物語じゃないと思います。
イタリアがあの、イタリアができたんだかといった感じ。日本だってできるんじゃないかと思ってますよね。で、これは私の答弁です。答弁になってないかもしれないし。わかった。もう一方、あの、石の方から、あの、農協の役割ということで、あの、ご質問があったんです。あの、協力組合、農協、生協、どっちの協力組合です。寿司の守る会に、 JA も今30ぐらい入ってもらっています。で、中央会も大津入ってもらっています。会長は水戸JAの組合長です。副会長は生活クラブ政協の加藤組合長です。そして私どもは政協の理事長と農協JAの組合長と実は懇親会を開いて徹底的に議論してもらいました。寿司の問題も含めて、 これからの協同組合のあり方について、アメリカは株式会社ですべて、株主の利益をいかに極大化しているか、それだけです。しかし協同組合が違うんです。日本の協同組合は世界遺産にもなってます。これはね、そういう農協の協同組合としての本当のあり方、いろんな意見が出ました。お互いに乗り入れしようじゃないかと、 生活クラブ共同と、その農協とという話とか、で、もうちょっと我々は密接に関わり合って、敵は株式会社だと、多国籍企業だという話にも発展しました。だから、今のこれまでの JA は、私もこれ所得保証するときに、これまで6000億ぐらい JA に金がいってたのを、みんなカットして、直接農家に、 農水省と農家と契約して所得保証をやりましたから、その時は全中と攻撃化して、私は大臣として全中の会長に会いませんでした。で、そういうこともありましたが、今は JA が改定されようとしている中、本気でもう一度協同組合のあり方でみんな、で少し新しいやり方を考えようじゃないかという話し合いが今種を守る会で始まったところです。 ありがとうございます。山田さんの、まあ日本のこの政治状況をどう変えていくかっていうね、大変な問題が目の前にあるわけですけど、山田さんが言われたように、まずやはり足元の自分の地域で新しい試みをこう展開していく。どんなに小さくても、そこに新しいみんなの共感があるようなことを 誰かが始めれば、それが伝わっていきます。で、地方で、つつ裏々でこう変化が起こっていくと。最終的に、中央の政治を、政権を変えるという動きに伝わると思います。そして、今、今日のお話したように、アメリカが強大な、力を持って、日米安保条約のもとに、日本を支配していくっていって、無理難題をね、あまりにも不条理な、不合理な、 不平等な、それを押し付けられているって状況がありますけど、政権が変われば、これまでの非常に間違った条約を変えることができます。だって、オバマが結んだ、もう入るってね、やるって言ってたのも、トランプになったら変えたわけじゃん、受けるって。ナフタという北米自由貿易をでももうかっちりできたのに、やめるっていうことしかないわけですよね。そういうふうに、政権が変われば、 そういうままでやった、間違ったものをこれひっくり返すことができるわけです。だから私たちは絶望する必要はない。私たちの足元からこの変えていく。そして必ず政治をこう変えるんだと思う。私たちちょっとこう無力感に苛まれそうになるような話もばかりですけれども、決してそういうことはない。私たちそのリカルドさんが見えた時にですね、政治のすごいその圧力とか恐怖っていうのがありますけど、 恐怖に打ち勝つものは2つある。それ何だと思いますかって聞かれたんです。答えはね、愛と笑いだって。<笑>私なるほど。で、どんなに圧力を受けても、ね、お互いに人と人を信頼して仲間でその愛でつながり、そして、それに対して笑いをね、楽しく、今日も今度も面白かったですね。そういうふうにですね、いろんな集会でもそれ笑いを作りながら、 そしていくと、すごく広がっていくような気がします。それから JA の問題ですけれども、JA も、まさに、山田さん
協同組合というものは本当に大切なものです。一人一人がすごい魅力ですけれども、仲間がつながる、そのことが政教でもあれ自衛でもあるわけですね。ところが日本の場合、自衛がたくさん農薬を売り、肥料を、化学肥料を売って、ね、そういうふうにやってるというところで、まあ、問題が起こったりもしてるわけですけれども、問題点を改善しながら自衛そのものをなくしてはいけない。農民の一人一人が本当に小さな力、それを巨大な多国籍企業に打ち勝つっていうことはできないけれども、 JA というまとまった組織になっていけばここに対抗していく、政教という力でまとまっていけば対抗していける。そのためにはもう必須のものなんです、協同組合。彼らの狙いは協同組合を解体することなんです。いや、決してその JA の中央会の方たちには特にお願いしたいけれど、政府が提案するその解体に飲まれていってね、条件闘争なんかしてはいけない、絶対これは解体させないと。訂正で修正できるものは農民のためにどうすればいいかという、そういう考えで話し合って改善していく。協同組合は私たちにとってはなくてはならないものだということで、自衛の改革を進めて、決して多国籍企業に解体されてはならないと私は思います。